せーの、チョコレートラビー。アイルさんとポケ画面とアイルさんの前だけど、エンタとサクラくんとイルさんとカリちゃんです。せーの、チョコレートラビー。ということで今回やる企画はですね、はい、ドッキリ企画。ドッキリ、はい、マジでドッキリ。今ですね、チョコラビーボリチョコレートストーリーボリュームゼロっていうライブをナウで行っています。ナウイです。はい、ナウの時ですね、ヘニクロさんの番で猫という曲をですねライブで歌うんです。あのエモいやつね。エモいやつ。猫になったんだよ君が流れる。あれね、うん、その時にですよ、はい、急に別の曲が流れ出したら、フェニクロさん一体どんな反応する。やばい、本番だよ。歌い手のフェニクロさんがどう対応するの。そのまま歌うのか、それともえバンドさんえってなるのか検証して。いや、反応見たいな。これをですね見せて、ドッキリ大成功ってライブでやっていきたいと思います。やばいましょう。お願いします、マイタキさん。お願いします。ではフェニクロにドッキリさーん。ブワーン。エモい曲歌うんだけど、ここから全く違う曲が流れちゃいます。一緒に歌うので、ぜひあのひっそり聴いてください。お願いします。はい、ということで検証結果、フェニクロさん歌う、はい、皆さん、ということでこれがガチドッキリです。うわぁ、マジ明日俺次来んじゃねえと思って思えない。逆に不安じゃないの。ということで皆さん、ぜひ次誰がチョコラメモかけられるのかお楽しみに。ということで、この動画が良ければチャンネル登録、高評価、そしてツイッターのフォローの方よろしくお願いしま す, お願いします。下の概要欄にメンバーそれぞれのツイッターと公式のツイッター、あのツイキャスとかもいろいろあるので、ね、ぜひ見てください。はい、そしてね、僕ら夜8時毎週水曜日ですね、あのツイキャスアプリ生放送しています。あとですね、なんと僕らチョコラビー ZEP ツアー決定いたしました。ゼップツアーでまたリアルでやるかもしんないから、ゼップツアーね、ここに今出てます。はい、どこで何をやるのか、公式のツイートにも詳しく出てるので、ぜひそちらの方も確認してください。はい、せーの、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、ワン